こちらは2018年のロケット打ち上げの際に県内で撮影された雲の写真です。夜明け前の空に不思議な雲が見えました。夜行雲と言われ、日中は見ることができません。日中に確認できたのは2016年、ジグザグに伸びるロケット雲が見られました。今日もこれを期待していたのですが、 RKK の鉄塔に登ってきました。打ち上げまで10分を切りましたが、ちょっと雲が多いようです。雲に覆われた熊本市。その頃、鹿児島県の種子島宇宙センターでは H3 ロケット打ち上がっていません。打ち上げ時間のその瞬間、ロケットからは白い煙が出ました。今日の打ち上げは中止となりましたが、次の機会には県内からも見えるかもしれません。